ロキファミリアの遠征隊が地上に戻ったようです。そうか。お、あ？ロキファミリアだ。遠征から帰ってきたのか。やっと帰ってきたね。遠征が終わるとやっぱりホッとしますね。まあ途中で戻ってきたのは暴れ足りないけど。まだ言ってるんですか？私は今回も反省ばっかりです。足手まといになるばかりで。レフィーヤこそまだ言ってる。そのうち慣れるって。でもあのモンスターとの戦闘でも皆さんにご迷惑をかけて、特にアイズさんにはまた助けられて。だったらさ、地上にいる時はアイズの力になってあげればいいよ。私が？私がアイズさんの力に。遠征隊、今ダンジョンから戻った。門を開けてくれ。はっ、開門！おー、帰りー！みんな無事やったか寂しかったね、レフィーヤ。ロキ、今回の遠征での犠牲者はなしだ。到達回数も増えなかったけど、詳細は追って報告するよ。ああ、了解や。助けところでレフィーヤ、なんやチーター、おっぱい大きいなったんちゃう？なってません。じゃあしぼんだんか？しぼんでもいません。しぼんだしぼんだ、大変だ。だからしぼんでません。さあ夕飯の支度や。今夜はみんなでうまいもん食うで。しっぽんだしっぽんだ、あっぱっぱ。もう足りないもの探し、うつむいたら素敵な場所に出会えない。曖昧なものたちはもうしまおう。雪が一面広がったら瞳には嘘のない今が映っていらない強がりを捨てて一緒に泣き笑顔になろう。初めてそれの好きそうで好きなように飾った君がいれば奇跡も起きる。イリュージョン照らし合い輝いて、その先で夢と夢混ざり合って最上高を生んで正真正銘の合体絆で世界はたったこの番組はワーナーブラザースジャパン、グリーン、GA 文庫の提供でお送りします。ああ、生き返るわね。ああ、気持ちいい。アイズさんの力になるって言っても何をすればいいんだろう。あの子はあの子でお前とは違うものを抱えているということだ。確かになんとなく元気がない気もするし。まあ何ですか？ティオナさん？レフィーヤの裏切り者。全然しぼんでないじゃん。だからしぼんでません。おいしいね、うちがもんで大きいしたる。あららー。のご飯何かな。がっつり系がいいわね。せや合図。ステータス更新するなら夕飯の後な。今夜は先着10名様までやで。おやっぱりアイズさん元気ない。おせっかいだとしても力にならなきゃ。そしたらもしかして。励ましてくれてありがとうレフィーヤ。おかげで気が楽になったよ。そんな当然のことです。お礼にまたする。頭なでなで。そんな嬉し恥ずかしい。レフィーヤどうしました？もうシャワー使ってもいいですか？よし頑張ってアイズさんを励まそうっと。はいでーでん。よう来たなアイズさん。今回も一番乗りやで。やっぱりみんな遠慮しとるんかな。元気を差し置くわけにはいかんて。そうなのかな。気になるなら聞いてみ。それもコミュニケーションちゅうやつや。いつ見てもたまらんなあ。あかん、うちちょっと用たるから手を滑らす可能性もなきにしもあらずや。あ、もう冷めました。いつも言うとる通り、むやみに背中を許したらあかんで。ステータスにはロックをかけとるけど、これ見られたらアイズさんの能力もスキルも丸わかりやからな。ヒエログリフは普通のもんには読めんちゅうても、リベリアみたいな博学もおるしな。まあアイズも読めるんやったっけ。少しなら。さすがやな。おい終わり。だいぶ焦っておるようだなアイズは。レベル5になってもう3年かの。そろそろステータスも頭打ちになる頃じゃ。ま僕らも通ってきた道だからね。いくら戦ってもほとんど数値が伸びない。つい先走る気持ちも理解はしているつもりだよ。最近は特に悩んでいるようだ。閉塞感とでも言うのか。高みに至りたい、強くなりたいと思う気持ちは人一倍だからな。となれば次に考えるのはランクアップだろうな。次なる偉業の達成というわけか。あの子のことだ。立ち止まりたくはないじゃろう。状況次第だが、その時が来たら認めざるを得ないだろうね。しかしあの堅くなさというか、思い詰めすぎる性格はどうにかならないものか。今それを言うか。僕はアイズは少しずつ変わってきてると思うけどね。彼女にとってレフィーヤがいるのは大きいよ。ティオネ・ティオナとはまた別の何かをもたらしているはずだ。先輩の自覚というやつか。自分のことばかり考えているわけにもいかないか。時にありがたいものだからね、追いかけてきてくれる存在というのは。レフィーヤ。あ、おかえりなさいアイズさん。何？よろしかったらこれ。クリスタルドロップ。はい、とっておきなんです。お一ついかがですか？でも貴重なものだし。いいんです、ぜひぜひ。どうですか？うん、おいしい。よかったー。アイズさん、私アイズさんの力になれるように頑張ります。だから元気出してくださいね。うん、それじゃあおやすみなさい。よかった、喜んでもらえて。ありがとうレフィーヤ。おかげで小腹が満たされたよ。そんな当然のことです。お礼に。うん。何がすか？もう遅いぞ。早く寝ろ。は、はい。はあ、アイズさん元気づけ作戦、もっと頑張ろうっと。こういうのアイズさんにプレゼントしたいけど、高すぎて引かれるかな。1000万バリスでどう？今度の遠征で入手した上物のユニコーンの角よ。おたわむれを、確かに質は良いようですが相場の倍以上ですよ。そうですよティオネさん、そんなにふっかけたら売れるはずが。レフィーヤ、私たちはファミリアを代表したアイテムを売りに来てるのよ。半端な額じゃ団長に顔向けできないでしょうが。それが理由ですか？950、これ以下では売れないわ。850、これが限界です。うん、そう、仕方ない。じゃあよそへ行くわ。欲しがるところはいくらでもあるもの。920でいいわよ。それでお引き取りしましょう。ありがとうアミット。怖い持つべきものは友人ね。なーにー、また武器を作ってほしいだ。うんって、あのウルガはどうしたんだよ。バカみたいな量のアダマンタイトを不眠不休で鍛えたとっておきだぞ。うん、溶けちった。また派手に使ったな。不快属性を持つ剣はその名の通り壊れることはない。だが無理をすれば切れ味は落ちる。そう言っておいたはずだな。ごめんなさい。一体何を切った？何でも溶かす液とそれを吐くモンスターをたくさん。整備代はいつもの額にしておくが、さすがに5日はかかる。それまでこれを使っておけ。不快属性こそないが切れ味は相当だ。使いこなすには時間がかかるがな。んじゃ、出来上がったら取りに来るから、二代目ウルガちょちょいと頼むね。気軽に言うな。またずいぶん嫌われてるわね。そっちはどうだった？バッチリ勝ち取ってやったわ。ああ、アミットかわいそう。またあそこの神様から無茶な依頼来ても知らないよ。あ、アイズさん。かわいい安物なんですけど、ディアンケヒトファミリアで見つけたんです。お守り代わりにアイズさんに持っててもらえればって。でもなんで？なんでって、それはそのじゃあもらうね。はい。ねえねえ、このまま遠征の打ち上げ会場行っちゃわない？会場って確か北条の女主人でしたっけ？そうそう、ロキのお気に入り。市場でも見ながら向かえばちょうどいい頃に着くんじゃない？そういえばじゃがまるくんの新しい味が出てたって誰か言ってたの。だからよかった、アイズさん少し元気になったみたい。みんなダンジョン遠征ご苦労さん。今夜は宴だ。おの存分飲め。やっぱりエリクサーすごいですね。値段もすけど。アイズさんそれ何ですか？水。ささ団長グッと。まだ入ってるから。アイズ、ティオナさん。よっしゃアイズ、そろそろ例のあの話みんなに披露してやろうぜ。あの話、あれだって帰る途中で何匹か逃したミノタウロス、最後の1匹お前が5階層で始末したろ。そんでほらその時いたトマト野郎のいかにも駆け出しのひょろくせえガキが逃げたミノタウロスに追い詰められてや、そいつ何か叫びながら逃げていっちまってや、情けねえったらねえぜ。あの状況ではいい加減にしろベイト。そもそも17階層でミノタウロスを逃したのは我々の不手際だ。恥を知れ。ああ、ゴミをゴミと言って何が悪い。アイズ、お前はどう思うよ。例えばだ、俺とあのトマト野郎ならどっちを選ぶってんだよ。おいベート、君酔ってるね。聞いてんだよアイズ。お前はもしもあのガキに言い寄られたら受け入れるのか。そんなはずねえよな。自分より弱くて軟弱な雑魚野郎にお前の隣に立つ資格なんてありゃしねえ。他ならないお前自身がそれを認めねえ。雑魚じゃ釣り合わねえんだ会津バレンシュタインにはな。ベルさん、何食い逃げ。ミヤ母ちゃんの店で大それたやっちゃな。アイズさん、おかしいよねアイズ。あの宴の後からずっとやっぱベートに腹が立ったから。なわけないでしょ。まあやらかしたのは確かだけど。あの狼今どうしてんの。酔いが覚めてから自分のやったことロキに聞かされてへこんでるわ。うわ、レフィーヤは合図から何か聞いてないの。あれから話せてないんです。その話しかけづらくて。そっか。何か気分転換させてあげられたらな。気分転換、例えば食べる大きい肉とか。合図があんたくらい単純だったらね。何それ、どういうことね。単純って言ったね今。単純って。保護者登場ね。こういう時はリベリア頼みか。私たちにも何かできないかな。あの、例えばなんですけど。なるほど。あの酒場から逃げ出したのはミノタウロスから助けた塔の冒険者だったか。うん、全然気づかなくて。それで塞いでいたのか。私はてっきりお前自身の問題かと思っていたが。それもあるんだけど。お前はどうしたい。わからないけど謝りたいんだと思う。そうか。ならばそうすればいい。慌てることはない。いずれ会えるだろう。その時お前が彼に何を告げるかだ。アイズーねえ、今日は私たちに付き合わない？え？町に買い物に行こうと思いまして。どう？新作入ってる。ちょっとティオナさん。私が買い物に行きましょうと言ったのがもっと普通のお店で。普通じゃん。世間一般では違いますからね。えこれなんかアイズに似合うと思うけど。ああ、いいねいいね。アイズさんがあれを。ここはダメです。もっと布の多い店に行きましょう。ねえこっちのも良くない？どうですこのドレス。アイズさんにぴったりですよ。フリルやレースが愛らしい私のイチオシです。イチオシね。動きづらそう。お、男物だったらいけるんじゃない。そんなアイズさんに男装なんて。お、男装のアイズさん。どうせだからいろんな店回ろう。それもそうね。あっダメです。ちょっと無理。論外。なかなかピンとこないわね。なんでだろう。お二人の選んだ服が特殊すぎるんです。おかしくない。似合ってますアイズさん。すごくいいって。ロキがいたらまた飛びついてくるわよ。そうかな。じゃあ私お会計してきますね。え？いつもお世話になってるお礼です。でも今回はレフィーヤに甘えてあげてよ。レフィーヤね、合図に少しでも元気になってもらいたいんだって。ごめんよ冒険者くん、ちょっと急いでるんだ。今のどこかの女神ね。大丈夫でしたティオナさん。ティオナ、今の神様すごい胸でかかった。でも今日は神様が多いですね。そう言われてみれば。後でロキに聞いてみよっか。はい。ごめんレフィーヤ、私が落ち込んでいたからずっと気を使わせて、それに気づきもしなくて本当にごめん。合図違うんです。気を使うとかじゃなくて、私はせめて合図さんの力になりたくて、元気になってもらいたくて。そうだよ合図、ごめんじゃなくて違う言葉があるんじゃないの？ありがとうレフィーヤ。どういたしましてハイズさん。おはよう窓を開けてどこへだって行けるんだ、希望はいつもささやいた、馬車？なんでしょうね。懲りないわねレフィーヤ。実は待ってたりして。柔らかいの。助けてください。ごめんレフィーヤ。採点と勇気。この番組はワーナーブラザースジャパン、グリー、GA 文庫の提供でお送りしました。